あ、これはいよいよわし来たのでは。うわあ、頂点。風車こんなとこに出るんだね。でっけえ風車だな。ふもとの村から見えたけど、さすが風神宮っていうだけはあるぜ。それにしてもなんだいありゃ。風車の前にぐるぐると風みたいもんが漂っている。あー、これか。真っ黒でドロドロしてて気持ち悪いな。なんだか風の流れが容器で無理やり逆にされてる。もしかしてあのぐるぐる容器のせいで大風車が止まっちまってるのか、それで浮かずの神風が吹かなくなってるんじゃ。だとしたらこいつも例の赤兜の妖怪の仕業じゃ。そうなりゃ何とかしてあのぐるぐるの容器を払わねえとな。ぐる、なるほどな。腕調べで何とかしようって気持ちはわかるけどよ、闇雲に筆を走らせたってどうにもならねえか。落ち着け。やはり筆神様が来ないと。さっきかみたいなあの容器の流れはおかしい。逆なのか。なるほどね。あの逆っていうのは上下逆のことなのかなと思ったんだけど、こうか。わー、面白いでござる。おいらの言った通りだ。ごめんね。そこまで頭は良くなかったのです。やはりあれは神風だったんだ。あー、とりあえず丸書けばいいっていうことこれ。あ、待って、こうだった。あ、ごめんごめん。分かってんだろ。あ、でもこれ失敗。え、うん、要領分かってる。でも中から私には中からに見えるのだが、そうじゃないの。あ、来た来た。さっきと逆に変わったのかな。これは右から左。ほい。わあ、なんてみずみずしい色。全部終了っと。どうだい、神風が戻ったんだから大風車の方もきっと。お、かくかく来た。うわ、めっちゃいい空の色。来た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 。おばちゃんめっちゃ喜んでる。風は大事だよ。力強く回り始めたじゃねえか。見ろよ、神風もあんな勢いよく吹いてるぜ。ほ、星座来ません。麓の草薙村もこれでも厄払いできるといいな。来ましたよ。お、お、お、これはいつものやつです。鳥あるよね、十二支と思ったら、なんだこれは。ちょっと今日はあれを見たい気分だから、おっきい お星様でも描いちょこ。ほい。あ、なるほど。あー、うまー。おー、すごい。どやねえ、ウシトラウ、タツミ、ウマヒツイ、サルトニ、イヌイだけ、犬の方が後じゃない。あ、でもまあ、アマちゃんは狼なのか。風神、を我らが地盤マテラス、大神。表の影と、なりたまいて、この風神、闇地に惑いたる、惑いたるの。雲晴れて闇うつつに、光さしたる今。我雨かける風となりて、夜をかき暮らすあやかしどもを吹き払わん。風、風って感じいいよね。習字やってたらこう一番こう慣れたら書いててかっこいいやつ。神風が蘇って、風の神様がお出ましかよ。風神様が宿ったとなりゃ、疾風の腕技が自重自在なはずだ。神風様の紋所を書けば、たちまちそれが風となって吹き抜ける。その力を早速試してみようよ。あそこにある風車がいい的。
ぐるぐる容器をお祓いした要領で風の印を書いて風車に風を吹かせる。これでいいってこと？おお。わーい。ママちゃん、これはこれは気持ちのいい風だぜ。ついでに小さな風車が回って扉を開けろ、おまけ付きだい。こんな風で万が一バカにはできないもんだからな。ほんまそれ、いろんなものにどんどん試していきたい。和んでる場合じゃねえや。大風車が回り始めて神風が村に戻っても、赤兜の野郎がまだこの風神宮のどこかに潜んでる。あ、そうだよね。インチキ予言野郎が言ってた水晶のヘビイチゴ、あ、言ってたね。風神宮をしらみつぶしに探してみよっか。わーい。あー、風風神の極意、今日はいいや。あれ、あそこ何、ここ行ったことある。わー、いい、あ、才の目がある。え、行ったことなんのかな、あそこ。わー、ちょっと、ハヤテは嬉しいな。え、向こう側行けそう。あー、どうやって行くんじゃい。あ、行けました、普通に。へいへい。とても立派な宝箱ですよ。あ、久しぶりに見た。存在を忘れていた。今2個目？あ、集まった！やったぜ！ハートのかけらが集まり。あ、やった！ママちゃん、わしらやったよ。初めての太陽のかけら集めが。で、何個かあるんかな？こういうのって消せるの？全部消えちゃった。ごめん。ちょっと夜困るかもしれん。これも消したい。消す消す。あー、水じゃなかった。風か。うい。よかった。今なら水なんかぶっかけなくても火を消せるんじゃないか。今まさに消していたところなのだが。そんな。オッケー。あ、地図やったぜ。はーい、ワン。こんなもんだっけ。ここは通れない。よし、じゃあ3回終わりか。わーい、わーい、わーい。1回ってなんかあったっけ。あ、これ回しとく。待ってよ、2回先行っとこう。1階が進む道なんかもしれん。あ、これ見ればいいことか。うん、2階へ参ります。で、宝箱やっとこう。2階これだけなんかもね。うん、あふれ玉、よっしゃ。これで1階に。へい。出て。ん？あ、なんか引っかかって。なんか。よし、じゃあ回しますか。ん？向こうに宝箱が見える。そう、そっちそっち。なるほど。とりあえず回す。
へへ、なるほどな。あんまこお前のやりたいことは分かったけど、多分風を貸す方向が間違ってる。風車を回したけりゃ風車に向かって風を送る。あそこまで厳密なのね。こうね。いい加減なことすんじゃねえ。回したけりゃ風車に向かって風を。あ、これだ。湿布。筆調べ十三分身が一つ、風神が司りし筆技。筆を持って、風の印を結びしとき、その印たちまち風神となりて、邪気を払う、疾風の力となるじゃろう。コツ。え、書く大きさによってその威力が変わる。へぇー。大きく書けば書くほど強い威力の風が吹く。風の印は二つある。上の絵をよく見るんじゃ。左の印は横風を表し、右の印は奥行き。あー、なるほど、そういうことか。奥行き。状況に応じて横風と奥行きの風を書き分けることが重要。どちらか書きにくいときは視点を変えてみるのもいい。大きく書こうが小さく書こうが、使う墨の量は変わらぬので安心せい。戦いの最中で慌てることも多いと思うが、ゆっくり慌てず書くことが重要。なるほど。じゃあ、書き方が違ったんだ。こういうことね。あー、そういうこと？そう動くのか。なるほど。で、あっちから来て、こっちが入り口なんだよね。うんうんうん。なるほどねー。面白いな。はい。筆の極意。間違えた。オプションボタンね。筆の極意。ここではわしが今までに知り得た筆の極意を伝授しよう。筆を走らせるとき、筆神様のお導きで、深淵と呼ばれる煙が筆先より溢れる。深淵には様々な色があり、属する筆神様によりその色は異なる。それから深淵が現れる時には勝手に筆先が吸い付くことも覚えておく。深淵を見極めれば臨機応変に筆技が使えることじゃろう。まだ筆調べにおいて三角を持って、筆を走らせれば太く力強く書ける。何か塗りつぶし、あ、そっか、塗りつぶしの時に使えばいいんか。この技法が役立つだじゃろう。それだけではない。筆技には描く大きさで効力が変わるものがある。手玉においては小さき時、神なる爆発は奥に現れ。奥に現れ。手前に現れ。あー遠近っていうことね。大きかったら近く。すなわち見下ろして書けば狙ったところに神なる爆発は表しやすい。なるほどな。また疾風は大きく書けば書くほどの威力を増す。どちらも大きく、それを墨の量の話は聞いたね。はあ。後半は目から鱗でした。間違えた。なんかありますな。この上にも行ける。あ、なんだこの白いの。あ、でかい掛け軸。風神様じゃん。確かに。飛ばせって言ってんの。何がしたかったのかわからない。バサって言っちゃったら目の前のあそこが開くのかな。先にやってみる。でもここじゃちょっと届かないかな。上に行ってみようか。よいしょ。これまたシビアな。と思ったら落とされた。よいしょ。はい。無限隅。いいね。さらに上があるね。よいしょ。あ？ちょっと待って。あー、そっかそっかそっか、なるほど。こう。う
うん、鋼の魂。あそこが気になる。ここ行こう先。よいしょ。ほい。で、これ。そい。はっいやー楽しいなー。よいしょ。漆器セット。で、こっち行ってない？ま、行ってみて。これはもう切っていいかな？来ない？来ないか。これはどうしたらいいんだ？これはどうしたらいいんでしょうかね。まあちょっと、じゃあ掛け軸やってみるか。本当に。あ、もう一回風吹かそう。あー、すごい。全然その発想ないままやってみたけど。あー、で、上から行くんだ。あー、すごい。じゃあもう全部取ったかな。餌をやる？あー、ネズミがいた。ネズミにも優しい山ちゃん。リアルネズミ見たことないけどね。こんなもんよね。チューチュー。よし。セーブしよう。よし。レッツゴー。わ？すごい。燃える、もう火事になっちゃうよ。誰がやったのこんなこと。ほい。ほい。あ、でもさ、これ奥にやったらさ、あ、でもついて、近くになったらつくから関係ない。これなんか、なんかなかった大丈夫。まっすぐ来すぎて何かを忘れているかもしれない。もうびっくりした。あ、コンティニュー。まさか、ここから先は、なんじゃ。毒、風、や、あの毒は良くないのでは？水晶でできた置物のようだけど、木の実の形に見える。水晶のヘビイチゴ。なるほど。オロチの結界を解くとかってあの芝川のやつが探してた。こりゃまんまと先取りだぜ。うわ。先取りだぜ。あの赤い鉄兜、どうやら赤兜様のお出ましのようだぜ。確かに悪そうな面構えだ。気合入れていけよ、まこ。じゃあ、まちゃん行くぞ。わしらには、里見八犬士の魂が宿っているのです。守ってくれる。守ってくれるの。前回の蛇と違って、じゃない、雲と違って、戦い感があるね。うわ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 。それによって何か受けてるわけではない。柱に当たったらこうなんかクラクラするみたいな。おお、食らってないね。うわー、待って、ジャンプでした今の。どうする、この後、ちょっと待って、近づけない。
でも近づかなかったら、あ、そうだ、風吹かしてみよう。ほい、ダメか。あって、これジャンプよ、ジャンプ。後ろ、この後ろのこのお尻がなんだ。インクばっかりなくない？うわ、びっくりした。鎧だしな、全然わからないんだけど、何にもダメージ受けてない。めっちゃテレレレレレレレってなってるけど、あ、待って、これ奥にしてみよう。あ、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 なに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 。あ、後ろに回って奥風吹かせればいいんかな。だからこういう風になるのかも。あー、うまくいってない。ほい、あー、お、なるほど、落ち着けってそういうこと。こういう避けられているのか。インクなくなっちゃった。炭火浴って無限炭だけだっけ。無限炭使ってみる。あ、来た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 。待って、これさらになんか追い打ちをかけた方がいいのかな。あれ、消しちゃった。今の別に何でもなかった。あ、なんか受けた、なんか受けたよね今。わあ、わわわわ、あ、これでなってたんだ。え、で攻撃無駄って書いてある。あ、消して、あーあああ。なるほどね、なるほどってか分かってないけど。待って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 、はい、あーはー、わ、いや、分かったかも、分かったかも、やっと多分。だから爆弾の話とかもしてたしってことか。でもこの爆弾をやってる最中にそこにいてくれるか問題あるな。食らった？食らってない。え、てか今思ったけどさ、攻撃減ってない？待って、これ危ない。3個になってる。なんで？あ、これはこの、これが、なるほど。やっとわかった。これ、これ、これ頼んだよ。あ、ダメか、ダメだったーい。よいしょ。ちょっとね、差がね、あるんですよね。ほい、あー、当たっちゃった。見極めなきゃだな、ちゃんとそこにいてくれるかどうか。カルな場所にあったらすぐになってくわい。当たっちゃった。あ、待って、またやっぱ砲撃減ってる。ダメージ受けたら減ってるのかな。確かに進化なくなったのにダメージ受けてないなとは思ってた。あ、これはちっちゃすぎた。おお、来た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 。あまちゃん走って、ちょっとしかできなかった。あ、進化そもそも出てなかった。そして今8号機がなくなったってことかな。よしよしよし、あと1回なのでは。里見発見士の石を使いつつも私が気づくのが遅すぎてあれですけれども、みんなの屍を越えて私は頑張るのです。いいとこ置いたらすぐ爆発するんだよね。
何回ぐらいなんだ。もう一回来るって。あ、来た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 、行くぞー、とどめをと、スタイダダイダダイダダイ、ほい、ヘアモちゃん。丸裸ですよ。わあ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 、え、自分でオロチ作っちゃったの。やろう、逃げる気か。アマコ、おいおい、あっ、あっ、えっ、えっ、え、ちょっと待ってよ、来るな、ポチ、ここは我がやる。おりゃおっさん、かっこよすぎんよ。あまこ、あのままじゃ危ねえ。普段調べだそうだね。援護射撃をしましょう。ふん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 ってこう、どう、あ、失敗したい、失敗したい、超失敗したい。撃、ふんど撃、尺。あ、ごめんごめん、あ、ごめん、燃えちゃった燃えちゃった、あ、ちちちち、ごめんごめんごめん、本当にごめん。なの、聞かぬ聞かぬ聞かぬ。そっか、私が失敗してるから、前回のスサノオも傷だらけだった。あ、ごめんごめん、今のは普通に違ったわ。あ、これ受ければ受けるほど裸になっていくやつですか。はい、次こそ行こう。ふん、どう、激ゾウ、どういうこと、カン。いや、これはスサノが言うから私たちもこの力が出してるの。ドハスサノ流、まずは人への風。あ、風、風ってスサノに向かって、あ、ぐるぐる回ってる。舞台の風まだまだ。なるほど。お、回っております、今日も。最大奥義、三重の風、そい、やっちゃって、スノーさん炸裂、道義、激凛大風車、かっこいい。かっこいい。素晴らしい、間違いない、これは我の力にあらず、いや、二人の力だよ。佐野がいないと私たちもこんな力出せてないだろうし、神が、神が我をもてあそんでおる。確かにもてあそんでますね。己どこまでもこの我をバカにしよって。聞こえるか、神よ、後ろにいます。どうだ、これで満足か。さしたる力もない我がイザナギの子孫という重圧を背負わされ、混乱に怯え逃げ隠れるのにつきまとって京に入ったか。いい加減にしろ、神め、貴様が力を貸すような真似をしても我は戦わんぞ。この世が滅びようと知ったことではない。本当にそれ心から思ってる？心から思ってたらこんなとこまで来ないと思うけど。イザナギ伝説など実にだのはもうたくさんだ。これ以上我に構うのをやめろ。ん？あ、危ない危ない、アマちゃん、なんだこいつは、これ、え、ちょっと、え、どうしようどうしようどうしよう、アマちゃんが近づけないよ。頑張って、スサノ。あ、え、ちょっと今闇の心を持っているからちょっとやばいのでは。己どいつもこいつも我を苦しめよって。え、そんな話なら後にしろ。
今はやめろやめろ。とりあえず逃げてくれた。よかった。これは私ら何回切ったんだっけ？足りてなかった？あまこ、今のは